こんにちは、タツオです。この度はご視聴いただきましてありがとうございます。で、今回はバックパックについての話になります。で、こちらのバックパックですね、ミニマルで機能的なバックパックを展開するウェクスレイというブランドのシェルドレイクバックパックというモデルになります。で、今回ですね、こちらウェクスレイさんからご提供いただきまして、まあ1ヶ月以上使ってるんですが、お世辞じゃなくめちゃめちゃいいバッグです。で、仕事とプライベート両方にオールラウンドに活躍してくれてます。で、今回はこのシェルドレイクバックパックの、まあ、実際に使ってみての収納例だとか着用例だとか良かった点、いまいちな点を紹介していきたいというふうに思います。また今なら公式オンラインストアで使える期間限定のクーポンもいただいてますので、概要欄にコード記載してますので、ご購入の際にはぜひ活用いただければなというふうに思います。まずウェクスレというメーカーについて少し紹介の方をしていきたいというふうに思います。ウェクスレは2017年にベルギーで誕生したブランドになります。特徴はトレンドに流されないミニマルなデザインと機能的で耐久性がある素材を使ったプロダクトに強みを持っているバッグメーカーになります。商品自体はオンラインストアと実店舗でも購入可能です。で、ウェクスレのバックパックなんですけれども、選び方がかなり面白いです。まず用途に応じていろんな種類のバッグとカラー展開があるんですけれども、まあこれは他のバックパックメーカーにもあると思います。で、面白いのがバッグの素材選びができるんですね。例えば丈夫さを追求するのであればコーデュラバリスティックナイロンだとか、軽さを追求するなら X パックなど、自分の好みに応じて素材を選ぶことができます。もちろん選ぶ素材によっては価格が変わってくるんですけれども、こういった用途に応じて素材まで選ぶことができるというカスタマイズ性があるのは、まあ、他のメーカーにはなかなかないんじゃないかなというふうに思います。ホームページでその素材の質感や着用例などが豊富に紹介されていて、とても参考になりますので、ぜひ、検討の際にはチェックしてみてください。ではこちらのシェルドレイクバックパックについて詳細を説明していきます。ウェクスレイの中でも大人気モデルで、ステムバックパックというモデルがあります。こちらは結構 YouTuber の方が紹介されていますので、ご存知の方がいらっしゃるかもしれません。このシェルドレイクバックパックは、そのステムバックパックの収納面をより充実させた後継モデルの位置づけになっています。まずは外観からチェックしていきましょう。サイズは横幅が27センチ、高さが46センチ、幅が16センチになっています。容量は17リットルになってまして、重さは約 0.8 キログラムになります。で、今回送っていただいたのは素材が X パック X50 タクティカルというものになってまして、丈夫さと防水性、軽量性に優れた素材になっています。でシェルドレイクバックパックは素材はコーデュラコーテッド、フルコーデュラセンデニール、フルコーデュラバリスティック、X パック X50 タクティカル、この4種類から素材を選ぶことができます。機能面を見ていきましょう。で、まずですね、このショルダーストラップになります。人間工学に基づいて設計されていて、とても肉厚になっています。で、背負った時にかかる力を分散させることで快適に背負うことができます。なので PC など結構重たいものを入れても疲れにくい構造になっています。で、チェストストラップなんですけれども、こちら取り外しが可能になっています。で、このバックルなんですけども結構特徴的で、マグロックというものを採用しています。で、これ何かっていうと磁石になっていてですね、こういった形で簡単にですねパチッとはめることができます。で、このマグロックなんですけれども、搭載されているモデルが限定されていまして、バリスティックと X パック X50 の、タクティカル、このモデルのみに搭載されていますので、その点はご注意いただければなというふうに思います。次は背中の接地面についてになります。こちら見ていただくと、わかるんですけども、かなり特徴的になっていて、こういった凹凸があるカニカム構造になっています。で、これによって、背中とカバンの接地面積が減ることによって、背中への負担を軽減しているそうです。で、次に収納面について、見ていきましょう。で、シェルドレイクバックパックの特徴は収納がかなり豊富であるってことになります。一つずつ見ていきましょう。で、こちらですね、外側のポケットなんですけど、まず、トップ部分ですね、ジップ式の、ポケットがついています。で、握り拳ぐらい入る、容量の深さのある、トップポケットになってまして、パッとですね、取り出したいような小物が、入れるような空間になっています。で、背面なんですけれども、2つポケットがついています。こちら側とこちら側ですね。こちらもジップタイプのポケットになってまして、まあ、手首が
入るぐらいの結構深みのあるポケットになっています。でもう一つのジップ式のタイプのポケットなんですけども、こちらちょっと特徴がありまして、カラーがですね、反対側と違うカラーリングでシャンパンゴールド色のポケットになってます。でこちらですね、 RFID 対応の素材になっています。カードのスキミング防止ができるという素材になってますね。海外旅行とか行った時にカードのスキミングを防止するという面で役に立ちます。で深さも結構あるので、こういった長財布ですね、長財布であってもパッと縦に入れることができるので、収納面でも結構サイズ的には優れています。でお次はメインの収納部分ですね。でメインの収納部分は大きく2つありまして、特徴的なのが両方ともですね、止水ジッパーになっています。まずは背中側の収納から見ていきます。でインナーカラーなんですけども、こちら X パックのモデルはライトグレーになっています。この X パックのみにですね、ライトグレーになっていて、その他のモデルはイエローになっています。でまずですね、こちら15インチサイズまでの PC が入る収納スリーブがついています。で内寸なんですけども、横幅が27センチ、高さが41センチ、厚みが2センチになっています。でこのスリーブなんですけども、かなり厚みがありますので、クッション性に優れています。なので、PC ケースに入れなくてもそのまま PC を放り込むことができますね。あとですね、ジッパー付きのメッシュポケットがあります。こちらなんですけども、こういった、Kindle Paper White といった小さいようなタブレット端末であれば入りますね。あとはこちら側に書類などを入れるような空間があります。外側の収納を見ていきます。すでに何点かちょっと入れてしまっているんですけれども、まずですね、収納面がかなり外側は豊富になっています。でまず上にあるのが、ジッパー付きのフロントポケットになっています。キーをつけるような、キーホルダーがあります。あとは左右にメッシュポケットが1つずつと、こちらもですね、フロントポケットが2つずつあります。中央にペンが刺せる、ペンが2本刺せる、ペン用のスリーブがついています。なので結構小物とかを分けて入れるような空間があるというような感じですね。では実際に持ち物を入れていきたいというふうに思います。まずトップポケットですね。こちらには、コンデジですね、ソニーの RX100 の方を入れていきます。で手首まで入るぐらいの深さがあるので、コンデジ入れても全然すっきり入りますし、この位置だと結構取り出しやすいので、便利ですね。でこの PC スリーブにはこちらの M1 チップ搭載の MacBook Air を入れていきます。こちらのメッシュポケットには Kindle Paper White を入れていきたいというふうに思います。この中にまだマチが結構あるので、まず手帳、 A4 用紙を挟んだバインダーを入れていくことができます。 A4 サイズでも余裕を持って入れることができるので、こういったファイルに入れてさえすれば書類なんかも十分に入れるスペースがあります。で背中側の収納は以上ですね。はい、では外側の収納を入れていきましょう。まずジップポケットには家の鍵を入れています。このメッシュポケットは外から結構見やすい位置にあるので、充電器ですね、ガジェットポーチなんかに入れちゃうとちょっと取り出しにくくなったりするので、もうそのまま入れるようにしています。で合わせてケーブルですね。ケーブルについてはこのメッシュポケットの上にあるポケットの方に入れています。ペン入れにはこのペンを入れています。あとは水筒ですね。で最後はガジェットポーチになります。でまだちょっと空きがあるんですけども、僕の場合は普段持ち歩くものでそんなに多くないので、これぐらいの空きがあるような状態です。あとはティッシュポケットとかハンカチとかこういったところに入れてもいいかなというふうに思います。で最後に財布なんですけども、財布はこの背中側のポケットに入れています。で長財布なんですけども余裕で入るサイズになっています。では実際の着用イメージを紹介してみたいと思います。私なんですけども身長180センチの体重74キロの割とちょっと大きめ
のおっさんですね。で、背負ってみてもストラップが肉厚なので重さというのがあまり肩に荷重がかかりすぎないというか、うまく分散されている感じがして、まあ、通勤中でも肩が痛くなったりとかそういったことがないですね。見た目もかなりコンパクトでスマートっていうところがわかるというふうに思います。はい、それではこのシェルドレイクバックパックを約1ヶ月間使い込んでみて良かった点といまいちな点を紹介していきたいというふうに思います。まず良かった点は3つあります。1点目が PC の収納スリーブが肉厚で安心という点ですね。でこの収納スリーブ本当によくできていて、まあ、表面が PC を傷つけないような柔らかい素材でできているっていうことと、まあ、クッション性がかなりあるんですね。まあ、しかもこの背中側のクッションもかなり優れていて、まあ、両サイドからしっかり PC を保護してくれているので、まあ、MacBook のような、まあ、耐久性に若干不安があるような PC でも薄型 PC でも安心してそのまま入れることができますね。で普段は私こういったその PC スリーブケースですね、こういった肉厚なかなり保護性の高いものを使用しているんですが、まあ、これはこれで別にいいんですけども、やっぱりいちいち取り出さないといけないっていうところがめんどくさかったりしますね。まあ、バッグから取り出してさらにこの PC スリーブから取り出すっていう作業が、まあ、なくなるのでかなり便利になりました。で2点目に良かったのが、やっぱり収納する箇所が多くて整理整頓がしやすいっていうところですね。まあ、特にこの外側ですよね。でこういったポケットがかなり小分けになっているので整理整頓がとにかくしやすいんですよね。まあ、入れた荷物を見失いにくいですし、メッシュポケットが多いので探し物がすぐ見つかります。まあ、ガジェット好きな人ってどうしても、まあ、細かいものというかアイテムが多くなりがちですし、まあ、ガジェットポーチに入れるという手段もあるんですけども、そうするとまたポーチから取り出すまでが結構めんどくさいので、こういったカバンを開けた瞬間にパッと小物が整理できるようなポケットがついているっていうのは実はめちゃめちゃありがたいんですよね。まあ、3点目は、チェストストラップが、まあ、とにかく使いやすいということですね。バックルがですね、まあ、先ほど紹介したんですけど、まあ、金属製になっているんですよね。こんな感じでパッと、くっつく形になっています。で普段ですね、あのチェストストラップって結構使う人ってあんまいないと思うんですね。で僕の場合ですね、バイクに乗るんですね。なのでその時はあのバッグが運転中にこう風に煽られないようにするために体に密着させる必要があるんですけれども、まあ、そのためにこういったチェストストラップっていうのは必須になってきます。でこれが結構、パッとグローブをしている手でも取り外しやすかったりするので、結構ありがたいんですよね。バイクのグローブって結構肉厚というか、あの厚みがあって操作しづらいんですけども、そういった時でもスムーズに付け外しができます。まあ、なので、ね、バイクを乗ったり、まあ、自転車を、漕いだり、まあ、自転車でこういったカバンを背負うという人は、まあ、割とチェストストラップ使うというふうに思うんですけれども、そういった方にも操作しやすいこのチェストストラップ、マグロック式のチェストストラップっていうのは結構便利なんじゃないかなというふうに思いました。では次にいまいちな点を紹介していきたいというふうに思います。このシェルドレイクバックパックのいまいちな点なんですけれども、やっぱりその収納量が、容量がですね17リットルというふうに、容量が割と小さめになっているので、まあ、出張に使うのは厳しいっていう点ですね。でパンツとか肌着ぐらいなら、まあ、頑張って入りますが、ワイシャツまで入れちゃうと多分くちゃくちゃになっちゃうので難しいかなというふうに思ってます。あとお弁当ですね。縦型のこう細いタイプの弁当なら入るんですけども、まあ、横に広いタイプだとか、まあ、僕みたいなこういったですね、スープジャーみたいなものを入れようとするとちょっと幅が、きつくなってちょっと入りにくいですね。で入れることはできるんですけど、若干カバンが型崩れしちゃうような形になってしまいます。で僕の場合もガジェットポーチを入れてしまっているので、ちょっとお弁当を持っていくのは厳しいかなっていうふうに思いました。まあ、ガジェットポーチを仮に持っていかなかったらこのスープジャーギリギリ入るかなっていう感じですね。まあ、なのでウェクスレの中でもいろんなラインナップがありまして、まあ、そういった普段使いの中で割と容量が欲しいっていう方についてはアクティブバックパックなんかが結構容量的には余裕があって、いいんじゃないかなというふうに思います。でシェルドレイクバックパックはどちらかというとミニマルなものを好む方向けに作られているバックパックだなというふうに印象を覚えました。でいまいちな点2点目は外側にポケットがないっていうことですね。
雨の日なんかは折りたたみ傘を差した後に外側にあのメッシュポケットなんかがあるとそこにそのまま差しておくことができますし、まあ、ペットボトルなんかもね、飲んだ時にそこにえつけておく、まあ、入れておくってことができたりするんですけども、シェルドレイクバックパックはそういった外側に一切入れるところがありませんと。まあ、せっかく止水ジッパーとか素材が防水性に優れているとか、そういった防水を意識した作りになっているので、まあ、そこの外側のメッシュポケットぐらいはちょっとつけてほしかったかなというふうに思います。まあ、それさえあれば利便性がかなり上がると思うので、ここはちょっと個人的には改善してほしいポイントかなというふうに思いました。はい、今回は、ウェクスレイのシェルドレイクバックパックの方をレビューさせていただきました。まあ、容量はやや少ないんですけれども、収納できる箇所が多くて整理して物を入れることができるので、物を入れても取り出しやすいなどのユーザビリティがよく考えられているバックパックです。あとデザイン性がやっぱりですよね。ミニマルかつシンプルというところで軽さはないんですけども、まあ、しっかり作り込まれているという点が評価できるバックパックかなというふうに思います。で、機能性とシンプルさを兼ね備えたバッグを探している方には間違いなくおすすめかなというふうに思います。ウェクスレイのバックパックなんですけども、ちょっとサイトを見ていただければ本当にいろんな種類があって、容量が少なくてもとにかくシンプルなものがいいという人であればシェルドレイクバックパックがおすすめですし、もう少し容量が欲しいなという方についてはアクティブバックパックとかいろんな種類のバックパックがありますので、ぜひ一度サイトを覗いていただければなというふうに思います。このチャンネルでは、まあ、ガジェット類だとかデスクアイテムだとか生活に役立ったアイテムを紹介していますので、この動画が役に立ちましたら高評価チャンネル登録いただけますと励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。